まず一方では神の身である飼育者と人間の身である世話役とを分割によって別個のものとして区分することができるだろう。ついで次には人間の身である統治者の方に割り当てられた世話の技術をさらにまた真っ二つに切る必要があったのだ。どのような基準で切るのですか？弾圧的に行われる世話と自発的に受容される世話、この両者の違いを基準としてだ。先制君主と王者とをまるっきり同一視していたとは、我々の無邪気ぶりも度が過ぎていたと言うべきであろう。これがその無限の距離が作れる一番のミニマムというか最小の大きさなで、したがってこの大きさというのはシェイクスピアが作ったグローブ座なんかも基本的にはアクティングエリア大体このぐらいの大きさですし、狂撃のようなものも大体このくらいの大きさでやられている。名古屋造形大学は来年4月、引っ越します。コミュニティの一員として迎え入れてくれて、我々 を受け入れてくれた小牧の方々に深くお礼申し上げます。つけるのは大丈夫ですよね、点火は。その高さで。なんか松明みたいな。引っ掛けでバンってやるんじゃなくて、はい、ちょっと危ないんです。演出は、当日はまな板の上の恋なんですよね。普通演者が任せるんだけど、でも今回は自分もちょっと舞台に上がるんでね、むしろ今日は演者の気持ちで、そっちはドキドキしてるかもしれないですね。で、この間、造形大学に来て、ちょうどこの場所を見つけて、当初の予定とはちょっと違った場所だったんですけども、今日出来上がったのを見て間違ってなかったかなと思って、そうやってこうやっぱ現場に来て、あ、こっちの方がいいなとか、それからスタッフの方たちがそこでまた出した点をどう組み込んでいくかっていうことっていうのは、やっぱり演出も非常に重要な仕事なんでね、いろんな年代を超えた再会ができるのでちょっと嬉しくもあり怖くもあり、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。昔宮崎の方のシーガイアとかでも、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。返信します。正しい腰的です。計算家は判定を下す、建築家は指示を完成させるための命令を下す。王者の持つべき知識、命令の技術、純粋に知的な知識はそれらとは異なるものでなければならない。最初読んだだけだとこれは大変難しくて、私でできるのかなってちょっと正直不安もありつつ、面白そうだから冒険したんですけど、この空間の中だからこそこの意味っていうのがきっとあるんだろうし、歴史の中にそのまま身を投じてみようかなと思って、はい、本格的に演劇を始めたのが大学に入ってからだったんですけど、その大学に入って初めてやった演劇が野外劇で、今までやってきたなんか演劇の中で野外劇とか転倒演劇とかの回数の方が普通の劇場でやるよりも多いので、そこまでなんか特別に構えるっていうようなところはあんまなかったかもしれないですね、むしろ、はい、今回はね暑いんですよ。リハーサルやってたんだけどもうすごいみんな大変で、なんでしょうね、その情熱がやっぱりあるんでしょうね、この台湾劇にかける。今日見に来てくれた人たちはきっと感動して帰るんじゃないかなと思うんですけど、もう引っ掛けて、次のような点だと
言うべきではないだろうかっていうところで3番目の曲。この大学の校舎がお別れだっていうことをかなり強く意識したあの催しになるのではないかなというふうに思ってますね。まあ、大学の中でも一番通ってきたであろう場所を会場に設定しました。改めてここにいてみると思い入れがあったんだなという、大学で働かれたり勉強されたりとかしてきた来られた皆さんの方がそういうものを受け取るんじゃないかなというふうに思ってますけど。じゃあこの論究の結末を見抜く格好にするのが本当に対話がその上でできるようなこの場所っていうのを改めて、まあ、前回も感じましたけども、今回も非常に面白い会話ができるなというふうに思っています。地形と舞台の関係が非常に面白かったですね。階段に立って見ると白い舞台の向こうに熊木の街が見えるんですよ。その舞台というものを空間に置いた途端にその空間全体が影響を受けるんですね。四角い床だけでももうそういうような周りの空間全てを変えてしまうような力があるんだと思いますね。